小学生の時にね、まあ、奈良の、イカルガというとこ住んでた時期がありまして、川が流れてたんです。タスタ川というね、その川のところには公園があって、まあ、公園沿いのところに民家があったんです。そこに住んでた友達がいてましてね、小学校、まあ、高学年の時だったんですけど、まあ、彼の家、まあ、古い家だったんでね、だったんですよ。で、夜中にトイレ行ったんです彼は。そしたら、まあ、公園ですから真っ暗というわけではなくて、薄く何か街灯みたいなのも灯ってたりして、なんとなくトイレの、まあ、環境を兼ねた窓がありますね。外に向かっての公園の方に向かってね、面してるところの窓、トイレのとこ、そこに開いてまして、公園がなんとなく見えるんですよ。で、いつもそれ寝るときにはね、家族の人が閉めてるんですけど、まあ、閉めてなかった。彼はトイレ行ってわっと見たら、トイレのね、向こうの方、公園のとこからね、人が立ってこっち見てるって言うんですよ。うわー、目が合った、じーっとこっち見てるから、うわー、なんか気持ち悪いなって、あの人と思って、で、そのままそのね、戸をベッとこう窓を閉めた。そのまま彼はまた布団の中入ったんですけどね、翌朝うわーっていう声で彼が目が覚めた。父親の声やったらしいですよね。お父さんが朝起きてそのトイレ行った時に、まあ、いつもは閉まっているその窓をざっと開ける、まあ、それがお父さんの日課でもあったんでしょう。用を足しながらダーッと開ける、公園の方が見える。そしたら男の人はね、その先に首吊った人がいてたって言うんです。で、彼が夜中に起きてトイレでこっち見てずっといてる人、それ薄暗くなったところでね、首木の枝に吊って、もちろん体が宙に浮いた状態、その亡くなってる人だったんですね。それ分からずにこっちをずっと見てるって、夜ですからなんとなく向こうの方がはっきり見えなかった。まさか首を吊ってる人と目が合いながら自分がそこのトイレでっていうのは分からなかったって言ってました。なんかその日常の中にそういう切り取りというか、そういうものが入るというのがね、すごくリアルで、そして残酷で、なんか生々しいというか、子供心にそういうふうにその話を聞いて思った覚えがあります。この橋のこういうあるとこ、そして川の流れてるところに来ますとね、思い出すそういう話がありまして、大学時代の先輩に聞いた話なんです。まあ、その先輩が体験したって言うんです。地方から出てきてる先輩でしてね、そのまあ田舎町というか、そこに川が流れてる、その川のところのね、堤防のところあって、そこに草むらがあった、そこがその先輩のまあちょっとこう息抜きの場所だった、隠れ場所だったって言うんですよね。で、高校時代、まあやんちゃな先輩だったんですよね。で、運動部に入ってたんですけど、練習終わってそのまっすぐ帰らずにね、その草むらのとこにパーッと寄って、で、そこでまあ小さな町ですから、コンビニかなんかなんかまああってもそこで買うと目立つっていうのでね、自動販売機でビールか何か買って、まあダメですよ、高校生ですから、そこでこうパーッと飲みながらふーっとゆっくりするって、それから家へ帰るっていう、そういうまあ日常だったらしいんですよね。で、そんなある日ビール飲んでね、ふーっとゆっくりしてて、で、草むらのところで三角座りいつものようにしてる、その瞬間ちょっとね、うとうとしたって言うんですよ。で、ただそのうとうとしてるんですけど、なんか気配感じてふっと目が覚めた、あれと思って、そしたらね、ちょうどその川のところ上に橋が渡ってる、その橋のところをふっと見た、気配感じて、なんだろうと思ったら、女の人がね、行ったり来たりしてるって言うんですよ、橋を。そんなに大きな橋じゃない、でも行ったり来たりしてる、あれと思った。
かしいな。で、見たことない女の人だ。どうもこの自分の住んでるこの地元の人じゃないみたいなんですよね。だから余計わかるんですけど、あれ何してんのかな、行ったり来たりそわそわしてる。でもなんか表情は暗い。で、草むらにいる自分は向こうからは見えてないみたいなんですよね。あれと思って、そしたらその橋のとこからね、下川をねずっと覗き込んだっていうんですよ。でまたそわそわして動き出して行ったり来たりして、また橋の下をね、川のとこ覗き込んでるって。はあ、その瞬間ね、その先輩ふと思ったって言うんですよ。この女の人、まさか川に飛び込もうとしてのちゃうかって思った。でもそれをね、下から止めるのももしそうじゃなかったらとも思うし、躊躇された。あーと思ってた瞬間にね、体が動かなくなったって言うんですよ。金縛りです。あれおかしい。でも体が動かない。で、眼球だけ動くって言うんですよ。だから必死にその女の人見てる。橋の下ずっと覗き込んでる。あれ、でも体動かない自分は。と思ったら、また別の気配感じた。川の水面って言うんですよ。静かに流れてる川なんですけどね、川の水面からね、ボコ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 っていう感じで何か出てきたって言うんですよ。得体の知れないもの。それはね、まあちょっと夕暮れ時の薄暗くなりかける時間なんですけど、白いものがね出てきた。人のようなものに見えるんだけど、でもなんか全体的にぬめってるものが出てきた。それがね、橋の橋脚をねずっと伝うようにしてズル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 と上がっていった。上がっていった先には女の人がね、川の下見てるって言うんですよ。女の人気づいてない。教えてあげるにも体が動かない、眼球視が動かない。その得体の知れないものと橋の上の女の人を眼球だけでキャラ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 その先輩見てたって。危ない危ない危ない、伝えかえたけど伝えることができない。で、そのままね、その白いものがズルズルって上がったと思ったら、橋の下ずっと覗き込んでる女の人がギューッとまとわりつくようにして川の中へゾーンと引きずり込んだってですよ。ザボーンって音が鳴って、川の中にその白いものにまみれた女の人がそのまま落ちたって言うんですよ。で、それからもう一瞬に静寂が戻った。あれ、これどういうことだろうと思った。でもね、その後その女の人が上がってくる気配もなかった。何にもなかったようにシーンとあたりはしてた。で、後にその川から女の人が上がったとか水死体で発見されたとかいうような、そんなニュース事件もなかったっていうんですよ。でもその先輩は確かにそれを自分は見たって言うんですけど、思ってるんですけど、ひょっとしたら自分はなんかうとうとしてたのかなとも思うし、でもあの瞬間体が動かなくなって、静寂が戻った瞬間に体が動いたって言うんですよね。で、先輩言ってましたよ。渡辺って、川のいろんな事故ってあるやろ、あれってな、結構自分の意図せぬままに下から何かに引きずり込まれるってことあるんじゃないかって俺思ってるって言うんですよね。だからその女の人は飛び込もうかどうかで悩んでて、ひょっとして水の方をずっと川の方を見てて、それを感じた何かが引きずり込もうとして上がってきた。そういうようなことで起こってる事件事故あるって先輩言ってましたね。まあ私は公園をこう夜通るのが、好きというかね、まあ不思議な気持ちになるんです、いつも。で、思わずね、こういう砂場ね、この砂場をね見るとね、近くを歩きたくなるんですよ。というのもね、まあそういうまつわる思い出がありまして、私がね7歳8歳ぐらいの時かな、まあ友達と家の近所のこういう公園でね、よく遊んでいた時期があります。それも砂場でね遊んでたんです。で、当時レインボーマンというね、まあヒーローもんのキャラクターが流行りまして、そのキャラクターの種類がね、全種類いろいろたくさんの種類ありまして、その種類分のソフトビニール人形、人形ですよね、それをうちの両親が買ってくれたんです。それをねある時持って公園の砂場へ来ましてね、一緒に遊んでた仲良かった友達とそれで基地を作ったり、で何か
途中でこう砂の中に埋めたんですよね、人形で。それを掘り起こしてまた戦うみたいな、そんな遊びをその友達がまあやりだして一緒に遊んでた。でそろそろもう帰らないといけない時間でありましてね。するとね、その子が言うんですよ。渡辺くんって言って、このままこの人形砂の中埋めとかないかって言うんですよね。なんでかなと思ったら、これ埋めといたらな、一日経ったら本物のヒーローになって砂から出てきて僕らのとこに来るんやで、みたいなこと言うんですよ。まあそんなこと普通はもちろんありえません。でもね、子供の頃それね、なんか信用しちゃったんですよね。砂の中埋めたまま、じゃなーって言うて帰りました。家着いたのがまあ5時前ですよね、4時半ぐらいかな、家帰りました。でまああれ埋めといたから明日になったら本物になるなって、ちょっとワクワクしてたような気も覚えています。するとね、それから帰って1時間ほどしたぐらいかな、家の呼び鈴が鳴ったんですよ。あれと思ってね、まあうちの母親が出まして、そしたらあんた友達やでってこう言われてね、出て行きましたら、その一緒に遊んでた友達がね、泣き晴らした顔でね玄関で立ってるんですよ。その横にはね、その子のお母さんがいてまして、申し訳なさそうな顔してる。何かあったんかなと思ったらね、その向こうのお母さんがうちの母親にね、ごめんなさいって、うちの息子が変なこと言ったみたいでって、おもちゃ買ってもらってたやつをね、砂の中自分が独り占めしたいもんだから埋めて、で帰ってきたって言うから、もう怒ってね、今その公園に行って砂から掘り起こしてきたのって持ってきたんですって、ごめんなさいって言うて、まあその箱の中に入れてね、人形持ってきてくれたんですよ。で本当にごめんなさいって言うんでね、でそのお母さんが言うんですよ、相手のね、ちゃんとおもちゃ揃ってるかしらって言われまして、うん、でまあその場で見たんですよ。ただね、一つ足りなかったんですよ。しかもいろんなキャラクターの中のね、一番主人公のレインボーマンのキャラクター、その人形がなかったんですよ。あれと思って、でも足りないって言ったらその子がね、ものすごく怒られると思ったんでね、いや大丈夫ですみたいなこと言ったんです。でまた明日もごめんね、こんなことあったけど仲良くしてあげてねって言うからね、お母さん相手ので、そのままそのな、もう泣き晴らした友達も玄関の方見送ってってなるんですけど、その時にね、その友達が自分のところにちょっと近づいてきてね、耳元でごめん、取れなかったごめんって言うて、でそのままスッと言った後帰っていくんですよね。それも自分の母親には聞かれたくないような感じで、取れなかったって彼が言ったの。どういうことかなと思ってね。でも肝心のレインボーマンがないっていうのは僕も嫌だし、で当時ね、8つ上のお兄ちゃんが家帰ってきたんでね、学校から、だからお兄ちゃんに言って、でまあ一緒についてきてもらってね、その夜の公園の砂場まで行ったんですよ。でその砂をね、お兄ちゃんが見てる前でこう砂場のところいろいろ掘り返そうと思って見たんですけどね、いやいやいや、もう全部掘り返したような跡なんですよ。どこもかもが掘り返した跡だから、まさかそのレインボーマンがそこに取れなかったって言ってもね、掘り返してるのに彼の言ってることがね、よくわからなかったんです。どういうことなんだろうと思ってね。でお兄ちゃんが見てる時、見てる前で、遅い時間ですけどもね、公園のその砂場をバーッとね手で探りましてね、で掘り起こしてたそういう肩のあるとこ、もう掘り起こしてる部分ですよ、そこをわーっと掘っていったら、そのね手にね、レインボーマンどこに埋めてたかは僕は覚えてるんでね、当たったんですよ手に。わあ、あったあったと思って安心してね、そのままその人形はねぐーっとこう手でね引っ張ろうとしたらね、向こう側にぐーっと人形がね引っ張られるんですよ。こっちでこう持とうとしてるんですけどね、向こうでなんかぐーっと引っ張るんですよね。あれと思って、でお兄ちゃんがね、それおかしいと思って、え、どうしたって言うから、いやいや何にもって言うけど、でもなんかちょっとおかしいと思ったんでしょうね、もうええから貸してみって言ってやったら、お兄ちゃんさっと取れたんですよ。でも僕がそれを取ろうと思った瞬間にね、ぐーっとすごい力でね引き戻す、そういうのが
あったんですよね。でそのまま家に持って帰るんですけどね、そうかと思ってね、あの友達が自分の耳元で取ろうと思ったけど取れなかった、それって彼もそのレインボーマンを土の中で手でパッと当てて引っ張ろうとした時に引っ張る何かそういう力が働いたのかなと思いましてね。でまあその公園のあった場所なんですけどね、もともとは古い病院があったそうなんですよね。まあ戦後戦前ひょっとしたらそれぐらいからあった病院、それが取り壊されてまあ新しい住宅のまあそういう造成の場所になった、その一角にその公園も建てられてるっていうことなんですけどね。ただその病院で何があったかとかそういう言われ曰くがあるとかいうのは分かっていません。ただでもあの時ねレインボーマンを取り戻そうと思って引っ張った時にぐーっと向こうに引っ張る力があったっていうのはね、あれは一体何だったのかなと思いまして、こういう夜の公園中をね通っていくんですよね。思わずその時にこの砂場の横をね思わず歩きたくなるんですよ。気持ち悪い不思議な体験はしたんですけどね、なんかその原因がわからないんですけど、不思議な気持ち今でもそれは感じています。公園の不思議な影ということなんですが、私の知り合いにイベントのプロモーターがいましてね、その方が話してくれたんです。彼はねずっと子供の頃から今まで関東の同じ場所に住んでるんですよ。まあ田舎ではないんですけどそんなに都会ではない、近くにね大きな緑地公園がありましてね、そこは子供の時はまあ遊び場所だったりするし、高校生の自分はね学校と自宅のちょうど最短距離、そこ行くのにその公園の中を突っ切っていかないといけなかったっていうんですよ。まさに彼が高校生の頃です。クラブ活動を終えましてね、まあ家路に急いでた、時間はもう遅い時間、街灯が灯っているようなそんな時間をいつものように公園の中を歩いてた。大きな公園ですけど夜になりますとね人通りがまあ全くない、まあそんな中をずっと歩いているわけですけども、すると向こうから人がこっちに向かって歩いてくるのが見えたっていうんですよ。寂しい時間ですけども、まあ人とすれ違うっていうのは決してそんな珍しいことではありませんし、まあかといってこっちは男子学生ですから、まあそういうすれ違う時に不用心かっていうようなそういうような不安を抱くようなものではありません。普通にすれ違えばいいわけですよね。ところがねその時彼は違和感を抱いたっていうんですよ。前から歩いてくるその中年の男性、なんかね元気がないっていうんですよね、歩き方にね。まあそれは自分が生命力に満ち溢れた年頃だっていうのもあって、その違いにすごく敏感に感じたのかもしれませんけども、なんかいつも誰かすれ違うそういう人たちとは違うと思ったっていうんですよ。だから彼はね顔はしたくないと思って目線を下に下げて道路を見ながらずっと歩いてた。すると前から来るその男の人の影がね道路に街灯がこう映してますから影が見えるんですよ。それがずっとこっちに向かってニューッと伸びてるんで、だいたいその距離感、それでその人との距離を測りながら歩いてるような感じだったっていうんです。でそれをずっと歩いてる、向こうの影がトン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 とこっちに向かって伸びてくる、ああ近づいてくるわけですよね。ところがねほどなくしてその影がペッて止まった。止まったっていうことはその男の人そこで立ち止まってるってことですよね。彼はねなんかその立ち止まってる人、その男の人とすれ違うのは余計不気味だって思った。かといって後ろに
ねえ、バックするっていうのも、なんか変に意識されるのも嫌だし、変に刺激するのも嫌だなと思った。何もないんですよ、向こうは。何かを言ってるわけでもないし、ただ雰囲気でそう思ったっていうんですよ。だからその止まってる影をずーっと気にしながら彼は歩いてた。すれ違えばいい。まあ時間にしたら短いもんですよ。でもその時の彼には長く感じたっていうんですね。影をずーっと見ながら歩く。するとね、その影が急にブル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 って震え出したっていうんですよ。なんだこれ、余計にそんな人とすれ違うの怖いですよね。ただね、その影を気にしながらずっと見てるんですけど、おかしいことに気づいた。ブル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 震えてる影、体は当然震えてるんですけどね、頭の部分がじーっと止まったままっていうんですよ。体が震えてるのに頭が全くブレてないっていうんです。そんなことありえないですよね。でも実際顔は全く動いてないんですよ。頭の部分が全く動いてない。うわーと思った。これ通り過ぎるのも嫌だって思ったけど、そのままずーっと歩いていく。するとブル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 って震えてる体、動いていない頭の部分、その影の部分がね、こっちに向かってニューッと伸びてるって言うんですよ。体はブルブル動いてるんですよ、影が。でも頭とその首の部分がこっちに向かってニューッと影が伸びてるんですよ。いや違う、影の首の部分だけがこっちに向かって伸びてるような気がするって言うんですよ。それに伴って頭がこっちに向かってきてる、影がね。うわー不気味だなと思った。でそのまますれ違うのがあまりにも怖くて、頭をふっと上げた。その男の人を見たって言うんです。ところがね、目の前にいたはずのその男の人消えてるんですよ。いないんですよ。でも背後に気配感じた。ふっと振り返る。振り返ったらね、今目の前にいたその男の人の明らかに後ろ姿が見えるって言うんです。それもさっきのような覇気のない元気のないようなそんな歩き方で、後ろ姿向こうへずーっと歩いていってるって言うんですよ。へーって思った。でその話をね、彼は翌日友達にするんですよね。そうか、お前不思議なことあったんだなってみんな言った。でもあの公園ってなーって結構怖いことあるんやでみたいな話をみんなに聞いた。そうなんだ、みんなそれぞれそんな情報があったんだと思った。でその日のね、新聞夕刊がね、まあ自宅に届けられるんですけど、彼がその夕刊に目を通したっていうんです。すると地元のそういうね、まあニュース欄みたいなところに、その公園でね、人が亡くなってるのが見つかってたっていう、そういう記事が出てた。ああっと思った。死因はね、首吊り自殺なんですよ。でその亡くなったっていうのがね、中年の男性、死亡推定時刻、それが出てるんですけどね、彼がその公園を通ってた時間と全く一緒なんですよ。でそこでね、彼がふっと思った。あの前から来た男の人、すれ違ってないのにもうすでに後ろにいてた。目の前でバタ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 ブル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 って体震えた。首の部分だけがニューって伸びてた、影が。あれひょっとしたらその人が首を吊る瞬間、その瞬間にその自分は近くを通っていて、その影が自分にその瞬間を教えたのかな。まさにあの震えた時って首を吊って
体がガンガンガンって震えて、亡くなる時って首が少し伸びるって言うんですよね。その瞬間をその影で彼は見てしまったのかなって、そんなことを言ってました。可愛がってくれたおばあちゃん、もう亡くなってはいるんですけどもね、そのおばあちゃんに聞いた話です。自分は階段をこうやって喋る一つのきっかけになった話でもあります。不思議な話だなぁと思って、当時は怖いんですけども、でも必死になって聞いてた、幼い時ね聞いてた覚えがありますが、おばあちゃんも当然子供の頃があった、物心がついてしばらくしてまだちっちゃかったっていうんですね。まあとあるまあ、田舎におばあちゃんは住んでて、その田舎のところがね、まあ、村というのかな、あの井戸があったっていうんですよ。井戸、その井戸のところにはね絶対に近づいてはあかんって言われてた。大人たちが、子供がね井戸の周りで遊んでたりさ、もう向こう行け向こう行けってもう追い払うぐらい、しかも井戸には鍵がかかってた、鍵がかかってるんですけど、その鍵は各家庭が持ってたっていうんですよ。だから使う時にその鍵で開けて、使ったらちゃんと閉めとくっていう、とにかく子供には触らせないっていうことを徹底してたそうです。ただおばあちゃんというかね、子供たちがね当時楽しみだったのがね、秋の祭りやっていうんですよ。祭りの時はね、ほらもう まあ、村中にね祭りの囃子が聞こえる、なんか賑やかなガーって流れるね、旅芝居のそういう一座なんかも来てね、そこでちょっとしたにわかな芝居もやったりして、賑やかな感じで、秋口ですからね、ちょっと暮れるのも早いんですけども、でもなんか心地いいし、でなんとなくそういう、まあ、松明というのか何か照明的なものも周りでは焚いてるんで、なんとなく明るい。しかもその日はね、大人たちが祭りにかかりっきりだから、井戸の周りで遊んでたとしてもね何にも言われないっていうんです。だから楽しかった。井戸の周りでおばあちゃんおはじきして遊んでた、うん、遊んでる。で井戸の周りには子供たちがね鬼ごっこのみたいにして、男の子らが遊んでる。やっぱりね好奇心旺盛ですよ。井戸の周りで遊べることが新鮮だから、井戸の蓋ガーッと触ったりもしてる。そしたらそのうちのね子供の一人男の子がね、おーいってこう言うて、井戸の蓋これ鍵開いてるぞってなった。井戸開けるんですよね。開けてみんなこうなってんのかって覗き込んでた。おばあちゃんもね見たかったけど、それはやめとこうと思ったと、後で怒られたらあかんと思ってしなかった。友達とおはじきで遊んでた。でみんなわーって覗き込んで、俺にも見せろ俺にも見せろ俺にも見せろとか言ってやってる。でその最中にねガーって音がした。一人井戸の下落ちたんですよ。ザバーン、おいおいおいって言って、俺誰かね落ちたぞーって、お父ちゃん呼んでこいって言って、そのままバーって走っていって、お父さん呼びに来た。お父さんだけジャーって走ってくる。走ってきて、おい、お前これ近づいたらあかん、いや鍵が開いとったんですよなんとか、お前らあかん言うたやろ、おいおいって必死に自分の子供息子をね名前呼んでる。下からなんとなく声が聞こえると、あ大丈夫か大丈夫かって言うてたら、まあ起点聞かせた。それを聞いて村の若い衆がね縄を持ってきたんです。この縄を持ってきたんですよ。でこれで、ね、あの僕が中下入りますから助けますから、大きな井戸やって入りますから、これ縄持っとってください、言うたら何人か大人たちが来て、で子供たちも手伝ってみんなそれをぐーっと持っとくからっていうので、その若い衆が中にドン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 と入っていった。入っていってしばらくしてからね、下の方で大丈夫大丈夫大丈夫、引き上げてもらっていいですかって声が聞こえた。ああよかったってこうなるんですけどね。ただねおばあちゃんはねそこでああよかったって思ったんですけど、ただおばあちゃんがね怖かったのはもう一つあったって言うんですよ。村の子供が井戸に落ちて大変な状況になってるのに、ずーっと祭り囃子だけはね耐えてなかった。祭りずっと続いてるって言うと、その間それが不気味だったっておばあちゃん言ってました。でそのままだーって、もうちょっともうちょっともうちょっと、下から声がする、もう引き上げて引き上げて引き上げてって、もうちょっとですからとか言って若い人の声が来る。わーっと、このおばあちゃんもずーっと見てた。で井戸のとこからね人影が見えてきたから、あー助かったんだと思って、
でそのお父さんの方ね、自分の子供助かったからおーよかったって若い衆の背中のところにずーっと手を持っていった。でそれをね、子供、自分の子供抱き寄せたんですよ。抱き寄せた瞬間にね、これ俺の息子じゃないって言った。そのままそれをバーンと自分で投げ捨てたって言うんですよ。でその瞬間ね、上上がってきた若い衆がね、その様子見てヘナ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 って座り込んだ。で泣き出したって。でお父さんの方はわらって震えながらそのままずっと止まった状態。これ何があったか。ほんでもっと言いますとね、そこでおばあちゃんも見た、周りの人も見た、見てた、助かってよかった。違う、上がってきたのその若い衆だけだったって言うんですよ。だからお父さんが若い衆の背中に手やって自分の子供をこうやって抱き寄せようとした、抱き寄せた。子供なんて一切そこにいなかったって言うんです。何にもないものを自分に抱き寄せて、俺の子供じゃない、投げ捨てた。でしばらくしてからね、若い衆がやっと冷静さ取り戻した。みんなが話聞いた。若い衆ね、そのまま縄つないで下降りていった。降りていったらもう本当に水のとこザワーンって中入って、うわーってこう上の明かりしか見えないからもう手探りでぐー探す。いないんですって。全く、おいおい、どこにいてる、大丈夫かってこうしてたら、急にね、その自分のパッと触ってる中に人がいてたって言うんですよ。背格好子供なんです。でそれグーッとだけ、そう、大丈夫か大丈夫かって言うたら、薄暗い中ですけどね、こっくりうなずいたって言うんです。よかったな、お父さん上で心配してるけどな、安心するわ、よし、ほな背中におぶされって言って、背中におぶされ、そのままグーッと上げてくれってそこで言った。そのままずーっと上がってきたから、まあ短い時間ですけど我慢要したら、大丈夫か、痛いとこないかって話しかけた。そしたらね、背中のとこでねって泣いてる。お、怖かったな怖かったな、もうちょっとやぞって言ってた。そう言いながら声かけながらずっと上行くんですけどね、その若い人がその時おかしいと思ったのはね、泣いてるんですけどね、泣いてるけどこいつ笑ってるって思った。怖かっておかしくなってんのかなと思った。そのままずっと泣いてんのか笑ってんのか分かんない。上まで上がっていった。で上がった時に、ああよかったってそのお父さんの方が抱き寄せてんのが見てた。ぐわっとその抱き寄せた、自分の背中から抱き寄せられたもん見た時にね、真っ黒なね、人間の形してるけど人間じゃない小さいもんやったって言うんですよ。それがバーンって俺の子供じゃないって投げ捨てた瞬間見たら、下へバシャーって降りて、その人に、その若い人には見えたんです。ズル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 ってなりながら草むらの中入っていったって。で実際その後ね、村の人が何人かまた来て、でもその間ずっと祭り囃子は聞こえてる。助けに来て行った。で実際もう警察を呼ぼうってなった。警察も呼んだ、消防団も来た、いろいろやった。中探索して調べたら中で子供亡くなってたって言うんですよ。じゃあ上に引き上げたは何だったんだってなった。でこれね、実は井戸にはその昔子供落ちて亡くなってたんですよ。でそれがあったから井戸に鍵をかけるようになった。でも鍵をかけるようになった理由がね、おばあちゃん後に聞いてびっくりした。背筋凍ったって。それどういうことかというとね、子供が落ちることで心配で鍵をかけたというよりも、その時落ちた子供、亡くなってた子供、一番最初ですよ、その亡くなった子供が落ちて中で亡くなるっていうことは、もう体中のいろんなもの緩みますから、いろんなものが排泄されます。井戸がね、それこそ長いこと使えなくなった。
立派な井戸だったのに、その間水が使えなかったんですよ。だから村の人たちはね、子供が落ちる命の心配というよりも水が使えなくなる方が嫌だった、だから鍵をかけたっていうことの方が実は近いんですよね。まあ仕方がないです。そんなね、あの潤沢に水が手に入ってた時代ではなかったのかもしれないです。明治とかそんな時代ですよ。で子供がねそこの中で亡くなってたっていうのは分かったんですけど、神社のところでそんな話がいろいろ出た。何だったかって言ったら、下に落ちた子供、遺体で上がったとしてもまだそこにずっとつなぎ止められたままだったんじゃないかって。次の誰かが落ちてきたことによって、まあ生贄ではないですけども、先に落ちたその子供の何かが解き放たれて、その若い衆の背中に乗って上に上がってきたんじゃないか。だから彼というかね、その上がってきたものは泣いてたんだけども笑ってたっていう。でね、その井戸はどうなったのおばあちゃんって聞いたら、埋め立てたそうです。でも埋め立てる時にね、その形になったやつを、切ったやつをその中へひらひらって落として、それで手を合わせてから埋めたそうです。だからもうその身代わりになった分、身代わりというものの式紙を入れたから、その亡くなった子供を上に上がったというようなことなんでしょうね。でも祭り囃子がね、どんな状況でもずっと鳴って消えることなかったのよっておばあちゃんが言ってました。自分がこの世界に入った時、養成所というところに入りましてね、松竹芸能のタレント養成所というのが、まあ、道頓堀にありました。今はまあ別のところにありますけどね、それこそなにわ座という劇場の、裏から入りましてね、3階部分にトン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 って上がっていたと道場がありまして、それが養成所だったんです。そこにね入ったのが今からもう30数年前の話です。入学金を払いましてね入りました。当時はまだ一人で入ってますから、コンビなんかも組んでおりません。初めてのそのレッスンの日だったんですね。水曜日の夜7時からそこに集合しまして、まあ1時間ばかしそういう発声練習からなんかいろいろそういうものをやった上で、休憩時間を挟んで、各自ネタをするものはネタを見せる、いうのを、まあマネージャーさんの前でっていうのが大体その養成所の授業の内容だったんです。それの1回目です。それがね鮮明に覚えてるっていう、なぜかと言いますとね、いつものようにそういう、いつものっていうかね、初めてのその養成所に行くわけですけども、板の間のところを覚えてます。でやっぱ緊張もしました。発声練習なんかも終えましてね、1時間ほど経った時、夜の8時ぐらいですわ。その時にね、マネージャーさんがね、じゃあここでちょっと休憩時間挟むからトイレ行くやつとか行ってこいよってこうなるわけですよ。トイレ、あトイレか、トイレそういやどこにあんねやろって初めて行ったとこしか分かりません。そうこうしてたらね、その養成所で一番古手の人がいてはりまして、まあ、先輩ですね。その方がパーッとこうやってやると、おい、トイレ行くやつ、一緒に行くやつおらんかって、こういうわけですよ。まあ、ええ加減も二十歳も超えてるような人間がね、しかも大の男がトイレ行くのに誰か募って、これなんかちょっと行きづらい場所にあんのかなとかね、なかなか入りにくいところにあんのかなと思ったんですよ。そういう場所ですから。で、まあ、自分もトイレ行きたいし、場所もわからないの、はいってこうやって上げたんです。上げたのは自分だけだった。でその先輩と、鹿児島さんっていうんですけどね、その先輩と2人で、トイレを行くっていうのが初めてですから、おお前、あ渡辺です、おそうか新しいやつやな、よしほな俺が案内したるわって言うて行くんですけど、養成所が3階、そこから階段どん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 と下降りた2階のところがね、なにわ座という劇場の楽屋口なんですよ。楽屋口、ああと思って、あこれが演芸場の楽屋口かって思うんですけど、夜の8時になりますと、もう公演はすでに終わってましてね、楽屋の入り口なんか真っ暗なんですよ。もっと言って階段で2階のところ降りたらもう何にも電気なんてもう全部消えてる、薄暗い外からのネオンの光がガラスのとこから入ってきましてね、それがなんとなくこう兆候になってる、明かりになってるぐらいのもんです。そこから下駄箱があってね、ここで靴脱ぐんやってて、はい、で芸人さんみんなここから楽屋に上がっていくようなとこ、その受付のところが、それも誰も人いません。もう全部閉まってる状態、ガラスが閉まって、受付の向こうのところになんかその事務所っぽいのが見えるけども誰もいません。そこから上がっていくんです。
上がったらもうすぐにね廊下があるんですよね、左右に。でどうも右らしいんですよ、これ右やろ、ついてこいよと。はい、わかりました。でバッと右の方を見たらもう細い細い廊下がね、薄暗い廊下がずっと向こうまで続いてる。向こうまで続いたその果てのところがもうトイレの部分らしいです。でそこをねひった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 二人で歩いていくんですけどね、まあ、何にも見えません。非常灯の困難だけがもう見えるような、それがなんとなくまだ結構な明かり運んでくれているような状況のところ、ひた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 って歩いていった突き当たりのところ、これはトイレなんですよね。トイレのところでその鹿児島さんがパチッと電気つけた、それがチカ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 、男女もう兼用というかね、共用のね、もう昔のトイレですよ。小便器とあとは個室、ね、個室のとこ、これどっちかって言ったら、でトイレのとこね、小便のとこ2人並んでやりました。いつもこれな、トイレ行くのにこれ怖いね、不気味やねん、だから仲間誘ってんだ、そうでしたかって話になって、トイレ終わってそのままトイレのとこでね、あの草履みたいなバーン脱いでまた電気パチッと消したら、もう今まで目が慣れかけたらまた真っ暗になりますから、余計にまた暗いとこからずっとなんとなく見えてくるような状態、これまた戻るんですか、戻るんやでってこうなる。そのまままた同じ来たとこ、ね、廊下のとこ戻るんですけどね、トイレの一番近いとこっていうのが実は、演芸場の一番偉い方、出演者の中で鳥っていうんですけど、その鳥の方が出演する楽屋がそのとこにあった、トイレの近くで、バーッとこう見えた。なんであのガラスがあって、なんとなくガラスのところから部分からその楽屋の中が見えるんですよ、見えた。そしたらね、化粧前があって座敷のところに畳のところにそういうのがちょっと薄い、まあこんなあの、低いテーブルがあって鏡があってっていうのがなんとなく見えた。でそれも外にまた面したところにガラスがありますから、そこからネオンの光が入ってるからなんとなく部屋の中が見えるんだけども、当然誰もいないですよ、不気味ですよ、シーンってあたりが鳴ってる状態。そこでふーっと見て、これだなーって、鳥の人の部屋でって説明を受けたって、初めてですからそのと、ああそうなんや、ああってことで、ほな行くぞって言って二人でそのまま楽屋のその鳥の部屋の前を向こうに戻ろうとしたんです。その時これね、今聞いたかってなった、三味線の弾く音だけが聞こえたんです。ってなって聞きました、聞こえた、三味線やな今のって。三味線の音はそれまでも聞いたことあります、弾く音が聞こえた、弾く音が。でその先輩よく分かってますよね、楽屋の入り口のところにね、誰が出てるかっていうのを書いてる、大体1週間の出番ですから、次の日に出はる人もそこに書いてる、で次の日誰か分かる、パッと見たら、おーって言わはった、三味線弾くような人出てないでってなるんですよ。三味線を弾く芸人さんがどうかはその先輩は分かってる、古いから。で僕も演芸はよく知ってる方だから、パッと見たら落語家さんとなんか漫才さんの名前だった、ああそんな人は出てない、でも三味線が弾こうと聞こえた、うわー気持ち悪いって、その二人でその戻って行ったら、いやいや トイレ行って帰る時になって、こうその先輩話する、ああそんなの適当に、そんな俺は怖がらそうな、そんな話してんやろみたいなだけで話は終わった。でもその日も帰りますよね。で次の日です、朝起きて新聞読むな、ね、うちは朝日新聞当時撮ってました、その新聞パッと開いて、いつものようになんてことなく開いたら記事が目に飛び込んできた。それ何かというとね、芸人さんが亡くなってるという記事だったんですよ。まあ同じ実は事務所の、自分はまだその時養成所の人間ですけど、そこの大御所の方がいらっしゃいましてね、3人組の音曲の方、その中のねリーダーの、師匠がそこで実は琵琶湖でね受水自殺して、水死体見つかったっていう、その記事が出てきた。うわーと思った、同じ事務所の人や、知ってるっていうぐらいの感じですよ、うわーと思った。でそれをずっと呼んでいたね、琵琶湖のところで、どうも琵琶湖のそのまあ湖畔というかね、そういうところからだからずーっとこう入っていくような人が目撃されて、それで警察に連絡した、警察が来た、いろいろ来た、でもその女性らしき人が酔っ払ってたと、状態で歌歌いながら水の中入っていきましたよ。
そのまま姿が見えなくなった。でいろいろ調べたけども、しばらくしてもうすぐに水死体で亡くなって、ね、見つかった、亡くなってましたっていう、そういう記事が出てたんです。でそれをね見た瞬間にね、だんだん自分の中でいろんなものがつながっていった。その師匠3人でやってるっていうんですけどね、それ三味線のパートの方だったんですよ。三味線のパートの方が亡くなってる、はあって思った。で、あの所属の松竹芸能はどうで、こう、まあ、そんななんかコメント載ってる。つい最近まで劇場に出てらっしゃったんですみたいなコメントが載ってる。うわーと思った。でしかも亡くなってる時間っていうのはね、夜の8時過ぎ亡くなってる。養成所の間の休憩の時間、トイレに行った時間と全く当てはまるんです。これも偶然といえば偶然かもしれない、でも偶然にしてはっていうことです。はぁーと思った。でその記事にはね、目撃者のそういう話が載ってる。歌を歌いながら行ったみたいですよっていうのがあった。歌でこれ後にね、いろんなその後がどんどん分かっていくんですよ。それはもう新聞を追いかけませんから記事には載りません。聞いた話では、亡くなっていく時に歌ってる歌っていうのはね、その3人組の方っていうのはね、登場の音楽がありましてね、音曲っていうのは流れるんですよ。こういう音楽でね、もちろんテンポはもっと速いですよ、あの演芸の時には。うん、ここにトリオのそういう歌詞を乗せて出てくる。ね、歌って笑ってっていう、そういうものが明るい、とにかく明るい、それで登場するんですけどね。でね、音曲の人っていうのは出てきてから漫才が終わって帰っていく時もその歌でまた去っていくんですけどね、その時のね、目撃者が聞いた歌っていうのは歌詞覚えてはったんですよ。それでは皆様、これ歌に合わせますとね、さようなら、この歌で琵琶湖に入っていったっていうんですよ。で演芸場で出る時の、そして帰っていく時のその音楽のね、帰っていく時の別れの歌を歌って受水自殺されたっていうのが後に聞きました。でもっと言いますと、自分がこの世界に入ってお三味線とかで、自分も今三味線をまあ自分で弾いたりもします。その時にね、その楽屋で聞いたその三味線を弾く音っていうのが実は弾く音じゃなかったって気づいた。あれね、糸ずーっと張ったままの三味線が急に糸がピーンって切れる瞬間あるんです。あの時の音だったんですよ。切れる音を聞いてるんですよね。なぜあそこでその音がしたのか、これは何とも自分では言えません、分かりません。でも偶然にしてはその重なるっていうのはね、不思議で仕方がなかった、そういう出来事がありました。実は怪談なのか、それとも創作なのか、古典なのか、これは何とも申しようがない。でも諸説あるんですけども、実際に実は起きたことを元にしているとも言われている部分では実話なのかもしれません。とあるところにね、阿弥陀寺というお寺がありましてね、そのお寺にはまあお坊さん住職がいてて、そこにお弟子さんである、まあ、修行中の僧がいてて、若い僧がいる。その中にね、一人法一という男がいてた。この男はね、盲目です。目が不自由、見えない。でも琵琶の達人であったんですね。で住職はね、その達人の法一がもしこれでこの先ね、そういうことで生活していくことができたら、お坊さんとしてというよりも何か幸せな道があるのかもしれない。
盲目だけれども、そこで一つのね人生を切り開けるかもしれないっていうのがあったから、温かく見守っていたそうなんですよね。でお寺のちょっとしたまあまあ離れというか、トイレにも一番近い、生活の一番しやすいところに法一のまあ寝床というかね、そういうところも作ってもらってたそうです。でそこはね一人ちょっと離れた感じで寝泊まりの場所なんです。でもいろんなところで便利だったんでしょう。でその日もね法一はいつものように布団の中に入ってた。するとねまあ闇の中ですけどもすごく敏感ですよね。スーッと部屋のね木戸が、まあ扉が開いた、木の扉がスーッと開くのが分かった。で何者かがねそこへスッスッスッと上がってきた、上がってきたと思ったらね、法一、法一、自分の名前を呼ぶっていうさ、声を聞いて初めて会った方っていうのは分かってる、近所の人でもない。で返事はしないといけないと思った。半分スーッと起き上がって法一が入って返事をした。実はお前に頼みがあるっていうことだった。話を聞くと、お前のその琵琶の腕っていうのはね、それを聞いた、聞いて実は去る高貴なお方が演奏してほしい、演目をやってほしいっていうものがある、そういうものがあってね、求めていらっしゃる、だからそこに来てそれを聞かせてほしいというふうに言われた。で法一がねそのまま断れないと思ったっていうんですね。で言われるがまま布団から出まして、まあ簡単な支度をしまして、そのままバッていくと、表にカゴを待たしてるっていう、そのカゴにバッと取った。カゴに乗ったことは初めてはなかったんですけどね、どうもねスーッとそんなに揺れない、ああ快適なカゴだと思った。そのままずーっと行く、しばらく行ったところでそれついたんでしょうね。そのままバッと入ったところ、どうも目は見えないんですけども、大きな大きな屋敷のところに来たような気がする、そういうのが分かるっていうんですね。そのままずーっと大広間のところに通されてるのが分かった。畳敷きのところ、そこでパッと座る、座ると周りにねやっぱり人がいてるって、その圧を感じた。で自分を連れてきたっていうその侍なんですけど、その侍がいろいろ説明をしている、周りがこっくりうなずいてるのがなんとなく分かった。でその後侍がね、ここに来られる方がお前にやってほしいのは平家物語の壇の浦の戦い、その部分をやってほしいってこう言われた。で言われるがままにそこで法一は平家物語壇の浦の戦い、それを演じるわけです。平家物語壇の浦の戦い、それは源氏によってね平家がもう滅亡の一途をたどっていく凄惨な部分話なんですね。その部分を向こうが求めてきて、法一はね今まで自分がそれを演じた以上のもの、何かそんなパワーを得るような感じ、力を得るような感じでとことん演じたっていうんですよ。そうすると周りがねじーっと片手を飲んで見てるだけじゃなくて、すすり泣きが聞こえたっていうんですね。水の中、そこに平家の今自分が置かれている身、これをいろいろ考えたまま自ら命をね落としていく、そういうところの段になりましてね、
周りで聞いてる人たちが泣いているって言うんですよ。でひとしきり演奏が終わりまして、シーッとね静寂がその瞬間広がった。で侍がね、みんな感動しておられると、7日間毎晩ここに来てそれをやってくれないかっておっしゃってるが、よろしいかって言われた。うなずきたくはないけど、うなずいてしまう法一はね。でそのまままたお寺まで送ってもらうんですけど、それが7日間続く。次の日も次の日も次の日も同じ時間に侍が迎えに来て連れられて、同じその平家物語壇の浦の戦いその部分を演じる、泣いてる、感動させた。でね、5日目その夜があって、そして6日目の夜、これねこうなるとお寺の中でどうも夜になると法一は出かけてるなっていうのが分かっていく。で住職もそれを聞いてね、お寺の若いその修行僧にね、ちょっと様子を見て後ついていってくれと、何か変なことに巻き込まれてるかもしれないからってなった。でついていくんですよ。6日目の夜ですよね、ずっと法一が布団から出たんでしょうね、そのままなんか身支度をして出て一人ですよ。その後ずっとついていった。行くと結構な距離を歩いていく。真っ暗なところ、まさかそんなところを歩くことなんかないはずなのに、山道の中どん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 と入っていく。ひた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 と。ねえ、足元取られることもなく行く。あれ何やろ。ついていってる人形も。そのままずっと入っていったところ、お墓が並んでるところだったっていうんですよ。そのお墓は猿、もうかなり高貴な方のお墓がありましてね。そこのところに行ってるっていうのは分かった。なんであいつあんなとこ入ってんねん。入ったなと思ったら、そのお墓の前でね法一がバーンと座り込んだ。座り込んだんですけども、よく見たら琵琶を持って出かけてるっていうんですよ。と思って、琵琶をスーッと構えるや引き出して、その引き出して語り出したところが平家物語の壇の浦の戦い。それが始まった途端にね、周りの墓石のところにいっぱい人玉がブワーッと灯るっていう。そこでまた壇の浦の戦いをそこでやる。でね、そのお寺にいてるついてきた修行僧がね思った。これはとんでもないとこであいつ巻き込まれてるよ。で終わってからそのままずっと行くんですけどね、一人でまた帰っていくっていうんです。で翌日それは住職に報告だって、住職が問いただしたら、まあ悪いことをしてると思ったんでしょうね。そこにまさかそんなことにもなってると思わなかったから、法一が話した。侍が来てこうでああでこうで壇の浦の戦いを演じてくれって言うから演じたんです。お前でもな、周りに人玉がすごくて、お前は墓の前でそれを演じてんだ、分かってるか。分かりませんでした、大きな屋敷の大広間でやってると思ってましたって。お前このままだとお前の命が危ない、7日間って言われたのか、今日が最後の日か。よし、ただな、俺はお前を守ってやりたい、お経を書いていろいろこういう結界も張ってお前を守ってやりたいが、私がそこにいないとお前を守ることはできないっていうのはっていうなる。これね、その日の夜にお通夜が入ったっていうんですよ。住職がそれ行かないといけない、すごい有力な檀家さんのところのお通夜でも、それはね急死だったっていうんですよ。これひょっとしたらその姿を見たっていうのを分かって、もう法一がそこに来れないっていうことを防ぐために
住職がその寺にいなくなるためにそういうことがあったんじゃないかって、これも偶然の重なりかもしれませんけど、そういう力が働いたのかもしれないと言われてる。自分はそこに行かないといけない、だからというので体にお前が見えない、お経を書いてる部分は、だから体中にお経を書いてから俺は私は出かけるって言って体中に法一のお経を書かれる、書いた状態で、もしその時間に侍が訪ねてきても絶対に声は漏らすな、返事もするな、もちろんついても行ってはいけないって言われた。しかもたった一人じゃないと効果がない、その部屋で一人ずっといた。じゃあその同じ時間にずっと会えて、法一、法一って来た。でも返事はしなかった。法一、今日が7日目の最後の日だ。なぜ返事がない法一って言われた。まさか全身にお経を書いてそこに佇んでいるなんていうのは侍には見えていなかった。やっぱりこの世のものじゃないと思った。法一は必死になっても一切黙っている。ああこのままだと俺は嘘をついたことになるなってこうなった。なんとかしないとって思った時にね、ふっと、あこんなところに法一の耳があるなってなった。でそのままそういうや自分のところに近づいてきてるって言うんです。で両耳にその感触、冷たい感触が当たって耳をずっと触ってる。あああいつ耳だけ置いたままどっか行きやがったのか、はあ、よしこれを主君に持っていったらここに来たという証拠になるだろうというので、その耳をぐーっと持っていこうとする。でもそこには法一はいますから、耳がぐーっと引っ張られてる、ずーっと引っ張られてる状態。でも声は漏らさなかった。そのぐーぶちってちぎれた。生温かいものがね、両耳があったそのところから流れていくのが分かった。血ですよ。でも法一は黙ったままぐーっと耐えた。そのまま気配がどんどん去っていくのが分かった。自分が流したそのもう一つのその耳のところから流れるその血の匂いがずーっとき、ね、鼻の中鼻腔のとこ通るんですけどね、それがどん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 なくなっていくのが分かった。匂いも敏感になってます、はあ、と思った。でもその瞬間気を失ったっていうんですよ。でしばらくしてからそこで住職も気づき、お寺の人間も寄ってきた、話を聞いた。泣きながら法一がね説明した。で住職がお前のその耳のそのね中に書くの忘れてる、うわ申し訳ないことしたって言って抱き寄せた。で法一の傷はねその後まあことなくして言えまして、まあその時のその経験がそうだったのか、琵琶の演奏のね真に迫ることはすごかったっていうんですね。でその琵琶の力、その能力によって法一はその先まあ平穏にね暮らすことができたという、そういうお話でした。